皆さんこんにちは。 JAF モータースポーツニュースダイジェスト、またやってまいりましたよ。今回もナビゲーターは私ピエール北川、そしてお相手いただきますのは JAF モータースポーツ部の岡本さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、さあ、この番組はですね、国内モータースポーツ、いろいろなモータースポーツがありますが、全日本選手権を中心として、ニュースダイジェストを皆さんにですね、さまざまなモータースポーツニュースをお届けしていきますので、どうぞ最後までご覧いただきたいと思います。さあ、今回なんですけれども、2017年のですね、このチャンピオンも次々と確定しているわけなんですけれども、どういったカテゴリー、まあ、いろいろと注目ポイントあると思うんですけども。はい、そうですね、もうどのカテゴリーも、もうこの秋はですね、もう見どころ満載の、もう終盤に向かったそうです、ね、チャンピオン争いが見られるんですけれども、はい、まあ、今回ですね、特集がですね、スーパー GT ということで、そちらの方も、年間を振り返って、こちらまだチャンピオンが決まらないんですけれども、はい、そうですね、そちら今年を復習する特集ということで、はい、さあ、ということで皆さん最後までご期待ください。では最初にご紹介するのはですね、こちらから参りましょう。全日本フォーミュラ3選手権から参ります。さあ、今回の全日本フォーミュラ3なんですけども、岡本さん。そうですね、終盤を迎えまして、一挙に4レースも行われるというオートポリスで行われた第17戦、18戦、スポーツランドスローの19戦、20戦ということで、こちらも前半ですね、無敵だった高星選手か、はい、あるいは後半ですね、もう怒涛の追い上げを見せている、坪井選手か、どちらがチャンピオンになるかというのが、この終盤の最大の見どころだったと思います。はい、さあ、それではチャンピオン決定までご覧いただきましょう。全日本フォーミュラ3選手権です。どうぞ。全日本フォーミュラ3選手権第17戦、ポールポジションは坪井翔、2番グリッドは宮田理智、3番グリッドはアレックス・パロー。今ブラックアウトして坪井が好スタートを切り飛び出します。こちらは4番手スタートの高星の車載カメラ、宮田が出遅れて高星が3位に、インを走るパローは2位。ホールショットは坪井、2位パロー、3位高星。F3N クラスは本島優也がトップ、快調に飛ばします。2位争いはパローと高星、逃げるパローを高星が徐々に追い詰めていきます。坪井はポールポジションから一度も抜かれることなくトップでチェッカー、ファステストラップの1点も獲得してランキング首位の高星との差を縮めました。坪井は7勝目、第13戦から5連勝です。まあ、僕としてはあとはもう勝つだけなんで、しっかり自分のやることをやって、グッポイント今取れてるんで、明日もしっかりやっていきたいと思います。パローは高星を振り切って2位、高星は3位。 F3N クラスは今回デビューの本島がいきなり初優勝、2位は澤田真二、3位は大塚隆一郎。全日本フォーミュラ3選手権第18戦がスタート。今回も優勝を狙うポールポジションの坪井がホールショット。この時点でシリーズランキング首位の高星とは20ポイント以上の差があり、逆転に望みをつなげたい坪井です。トップは坪井、2位は宮田、トムス勢がレースを支配する展開となります。F3N クラスは好調本島がトップ、リードを広げていきます。10周目、トップの坪井は1分39秒385でファステストラップ。しかし16周目、3位の高星が1分39秒364でファステストラップを更新。終始安定した走りで逃げ切った坪井は今季8勝目、6連勝となりました。2位は宮田、3位は高星。この結果、高星は142ポイント、坪井は123ポイント。チャンピオン争いは数号で決着することになります。F3N クラスは2戦連続で同じ顔ぶれが表彰台に並び、本島が2連勝。2位は澤田、3位は大塚でした。最終ラウンドの第19戦はスポーツランドス号。ポールポジションは大津弘樹。2番グリッドは宮田。3番グリッドは坪井。そしてスタート、大津が前に出ます。
坪井の車載カメラです。坪井は出遅れた宮田をかわして2位に浮上。高星は5番手に交代。F3N クラスは7周目の1コーナー、久保田克明をかわして長谷川亮也がトップへ。トップ大津を2位の坪井が後ろから追い詰めていきます。11周目の SP コーナー、バランスを崩した大津は高速そしてスピン、バリアに激突してクラッシュ。大津の車載映像のリプレイです。トップに立った坪井、逆転タイトルダッシュに望みをかけて快走します。坪井はトップでチェッカー、優勝の10ポイントを獲得しました。しかし高星が4位で3ポイントを獲得したため、高星の今シーズンチャンピオンが確定しました。練習からレースペースはすごい良くて、ファーストペースは絶対取るっていうつもりでいたんですけど、なかなか思うようにペースが上がらなくて、苦しくて、でもトップで大津選手がいてくれれば僕はポイント取るだけでいいと思ってたんで、そう思ってたらね、途中、SC が入るクラッシュがあって、すごい僕もポイント的に分かんなくてヒヤヒヤしてたんですけど、ランキング1位で、チャンピオンが決まったっていうことはすごい嬉しいです。第19戦は坪井が優勝、2位は宮田、3位は坂口が今季初表彰台。 S3N クラスは長谷川が2勝目、2位は久保田、3位は上田正幸が入りました。全日本フォーミュラー3選手権も最終戦、ブラックアウト、ポールポジションの大津が好スタート。高星は出遅れましたが宮田をパス、3位に浮上。高星の前を走るのは2位の坪井。 F3N クラスは序盤から久保田と長谷川が激しいトップ争いとなります。9周目、アレックス・ヤンと上田が接触、上田はフロントウィングを破損してしまいます。トップは大津、2位は坪井、3位は高星。15周目、長谷川は最終コーナー入り口でスピンしてストップ、トップ争いから脱落。23周目、SP コーナーで坂口がコースアウト、コースに復帰するも順位を落としてしまいます。首位を守りきった大津はそのままチェッカー、今シーズン初優勝です。2位は坪井、3位は宮田、高星は4位でした。戸田レーシングの優勝も2009年以来となりました。加藤さんをはじめチームの皆さんがすごいいろんなアドバイスをいただいたんで、そのおかげで今回勝ったことが、守りきることができました。F3N クラスは久保田がトップでチェッカーを受けましたが、ペナルティーを受けて2位となり、繰り上げでヤンが優勝、3位には上田が入りました。ということで、ご覧のように高星光則選手がチャンピオン獲得しました。おめでとうございます。見事なチャンピオンね、誕生ですよね。はい、そうですね、前半の好調から中盤ちょっと悩んだ時期もあったかもしれないですけど、ね、ほっとした様子がね見られました。はい、これからのですね高星選手の活躍も皆さん期待しましょう。では続いてのコーナーに参ります。今度はスーパーフォーミュラ選手権、こちらに行ってみたいと思います。スーパーフォーミュラもいよいよですね、終盤になってきましたが、今回はどういったところが注目ポイントでしょう。はい、ポイント争いがですね、石浦選手がトップを今守っているんですけれども、だんだん外国人選手がどんどん調子を上げてきて、最近も表彰台でも外国人選手が、上がっている様子が見られます、このあたりが、後半どういうふうに、なってくるかというのと、
第5戦と第6戦が若干ルールが違ったということですね。そうなんですね、はい、で第5戦がですね、2スペックタイヤということで2つの違った種類のタイヤを使用しないといけないというルール、はい、で続く第6戦がですね、こちらはタイヤ交換と給油作業の義務がないということで、はいはい、こちらもチーム戦略がですね勝敗を大きく左右した2戦となったと思います。はい、ということでそのチームの戦略の部分もしっかり皆さん見ていただきたいと思います。では全日本スーパーフォーミュラ選手権です。どうぞ。全日本スーパーフォーミュラ選手権第5戦オートポリスで開催です。今回は54周、2スペックタイヤ方式でソフトとミディアム2つのタイヤを必ず使用しなければなりません。ポールポジションは野尻智樹、2番手グリッドは国本雄二、3番手小林カムイ、4番手アンドレ・ロッテラー、そして前戦初優勝したピエール・ガスリーは5番手から、上位4人はミディアムタイヤ。ガスリーはフォーメーションラップ直前にソフトタイヤ変更してスタートします。シグナルブラックアウト。ガスリーが好スタート、小林、国本をかわして2番手に上がります。トップは野尻、国本は3番手。1コーナーでアクシデント、ロッテラーが山本直樹と接触、さらに伊沢拓也も巻き込まれ大きく順位を落とします。トップは野尻、2位はガスリー、ソフトタイヤで野尻を追います。1コーナーで接触したロッテラーがピットイン、フロントサスペンションを破損しここでリタイアとなります。4周を終えてフェリックス・ローゼンクビストがピットイン、ミディアムから早くもソフトへ交換します。6周目、4位に上がっていた関口雄飛がオーバーテイクシステムを使って国本とサイドバイサイド、関口は11番手スタートからソフトタイヤで3位まで浮上してきました。15周を終わって石浦博明がピットイン、ソフトタイヤへ交換。塚越広大は 100R で小林カムイをオーバーテイク、15ポジションアップで4位。20周目、ニック・キャシディがコースアウト、リタイアとなります。トップは野尻、2位のガスリーは23周を終えてピットに入ります。ガスリーはミディアムに交換、12秒4という素早いタイムでピットを飛び出します。トップは野尻、国本、中島和樹、山下健太と続きますが、上位4人はまだピットに入っていません。ヤンマーデンボロー以下はピット作業を終えています。32周を終えて4位の山下がピットに戻ります。しかし痛恨のエンジンストール、非常に手痛いタイムロスとなります。37周の時点でトップは野尻、2位に国本、この2台はまだピットに入っていません。どのタイミングでピットに入るのか、ピット後に3位ガスリーの前に出られるかどうかが勝負になります。トップの野尻は38周を終えてピットイン、ガスリーとは30秒差、ピットに要した時間は16秒1。3位のガスリーは逆転し悠々と野尻の前に出ます。39周を終えてトップの国本がピットイン、国本の前をガスリーが通過、ここでついにガスリーがトップに立ちます。この後野尻が小林カムイに1コーナーで追突、フロントノーズを破損し順位を大きく下げてしまいます。ガスリーがトップ、2位はローゼンクビスト、3位に大島和也、すでにローゼンクビストは4周、大島は6周でピットイン、チームルマンは早いピットインからそのまま最後まで走り切る作戦でしょうか。ガスリーがトップ、2位ローゼンクビストは変わらず、ローゼンクビストのソフトタイヤの消耗と燃料が気になるところです。トップのガスリー、オーバーテイクシステムを使って逃げます。ガスリーの燃料はまだ十分にあるようです。ガスリーがトップでチェッカー、第4戦に続き連勝です。
2位ローゼンクビスト、3位大島。ソフトタイヤを序盤から最後まで使用し、燃料も50周を走り切るという常識破りの作戦でチームルマンが結果を出しました。第6戦はスポーツランドスゴー。今回はタイヤ交換義務、給油作業義務はありません。ポールポジションはキャシディ、ブラックアウトからスタート。ニック・キャシディがスタートで出遅れます。好スタートを切ったのはガスリー。キャシディをかわして2位へ。スタートのリプレイです。スタートで引っかかったキャシディをガスリーがパス。ロッテラーもキャシディをパスして3番手に上がります。序盤から快調に飛ばすトップの関口、ラップを徐々に上げているガスリーは2位。7周目にロッテラーをかわした中島和樹は3位。巻き返しを図る4位ロッテラーがピットイン。しかしこの後ピットロードのスピード違反でドライブスルーペナルティが課せられてしまいます。ポールポジションから初優勝を狙っていたニック・キャシディ、スタート手順違反ということでドライブスルーペナルティを消化します。コースに復帰しますが、このペナルティで大きく後退。24周目6番手争いです。6位小林カムイ、7位ローゼンクビストがリフト&コースト、コーナーの進入でアクセルを戻して燃費を稼いでいます。これを8位の石浦が追いかけます。26周目石浦がローゼンクビストを捉えて7位へ浮上。トップは関口、6秒差で2位にガスリー、3位中島和樹、4位国本と続きます。42周を終了してトップ関口ピットイン。ノーピット戦略が予想される小林とローゼンクビストの前に出られるかどうか。関口は小林の前に復帰して6位。トップガスリーと2位の中島和樹、ペースを上げていきます。ガスリー中島和樹はこの後燃料補給の予定でマージンを稼いでおく必要があります。57周終わってトップのガスリーがピットイン。しかしコントロールラインを関口が通過。そして中島和樹、国本雄二も相次いでピットイン。中島和樹はガスリー関口の後3位でコースに復帰。67周に入ってトップ関口のペースが落ち、2位ガスリー、3位中島和樹の3台が接近戦を展開。関口を後ろから追い詰めていくガスリー。関口はトップを守りきってチェッカー、今季2勝目。2位はガスリー、3位は中島和樹、久々の表彰台となりました。さあということで、まあ、佐野ね、岡本さんもおっしゃってましたけども、外国勢ガスリー選手が、まあ、見事に第5戦優勝して、第6戦は関口選手と、まあ、ヒーローが変わっていきましたね。はい、そうですね、まあ、最終戦に向けて本当にチャンピオン争いが分からなくなってきたということで、はい、結局石浦選手とガスリー選手のポイント差がなんと 0.5、うん、すごい僅差じゃないですか。ですよね。でポイント的にはまだ8名の選手に、チャンピオンの可能性が残っている、はい、ということで、まあ、最終戦のジャフ鈴鹿グランプリどうなるかということです。そうですね、10月の21、22の2日間、ジャフの冠もつきますこのジャフ鈴鹿グランプリでいよいよチャンピオンが決定します。では続いて全日本カート選手権に参りたいと思います。さあ全日本もいよいよね、このカートももういよいよシリーズエンドということになってくると思うんですが。はい、そうですね、まあ、あの最高峰の OK 部門、
FS125 部門の、東地域西地域の全部で4戦今回ご覧いただくんですけれども、はい、まあ、トップカテゴリーの OK 部門がいよいよ大詰めということで、うん、佐藤蓮選手がポイントランキングでも圧倒的にトップなんですけれども、はい、2位以下がもう大混戦ということで、うん、今回、もしかしたらチャンピオン決まるかもということで、はい、これから見ていただきたいなと思います。さあ、それでは若手ドライバーたちがしのぎを削ります全日本カート選手権ご覧いただきましょう。どうぞ。全日本カート選手権 OK 部門第7戦、晴天のツインリンク茂木北ショートコースで開催されました。ホールショットは佐藤蓮。しかし3コーナーで野中聖太がインをついてトップに立つと、序盤は野中がリードする展開。逃げる野中、2番手は佐藤、3番手は順位が激しく入れ替わります。6周目、2位佐藤のペースが上がり、野中との差が徐々に縮まります。3位三村宗太郎との差は広がります。10周目に入ると佐藤が野中に並び、インをついてトップへ。今度は野中がクロスから仕掛けますが、再び佐藤が野中をかわしてトップへ。今シーズン OK 部門に昇格したスーパールーキーの佐藤、中盤以降は独走態勢でトップをキープ。そして佐藤がトップチェッカー、シリーズチャンピオンに王手をかける優勝でした。2位は野中、3位は三村。後半追い上げた澤田真嗣は4位、5位に朝日ターボ、6位は小川壮太でした。続く第8戦のスタートです。佐藤蓮は予選でポイント9点を加え、ポイント合計225点でシリーズチャンピオンを決めています。ホールショットは野中、名取、朝日が続き、佐藤は4番手と出遅れます。しかし佐藤は2周目で朝日をかわして3位、1コーナーでは名取が野中をパスしてトップに立ちます。8周目、野中が名取をかわして再びトップへ。11周目、トップは野中、2位名取、三村が佐藤をパスして3位に浮上。14周目、ついに徐々に順位を上げてきた三村が17番の野中をかわしトップに立ちます。4位の佐藤は狙いすましたように名取のインに入って3位に浮上。21周目、佐藤は3コーナーで野中をパスして2位に上がります。そして24周目、ついに佐藤が三村を捉えてトップへ。優勝は後半強さを見せつけた佐藤、三村は惜しくも2位、3位は野中、チャンピオン確定の佐藤は6勝目となりました。1年間、メカニックやって、車を作ってくれた皆さんと、走り方とか教えてくれた宗太郎先輩、ありがとうございました。チャンピオン確定の佐藤蓮は先輩の三村宗太郎から手荒い祝福を受けることになりました。FS125 部門東地域の最終戦となる第5戦はツインリンク茂木で開催されました。ス
スタートの大集団から抜け出したのは坂入春人、2番手に塚田海人。序盤は接近戦、塚田海人が前に出ます。塚田と坂入は激しく競い合いながら後続の集団を離していきます。3位は滝田慎之介。18周目、坂入は1コーナーのインをついてトップ塚田の前に出ますが接触、リタイアとなってしまいます。トップは塚田、2位以下は大混戦でファイナルラップまでもつれます。優勝は塚田、開幕戦ペナルティで勝利を逃した塚田は初優勝です。2位は吉江博人、3位は滝田でした。FS125 部門西地域の第5戦は琵琶湖スポーツランドで開催されました。ポールポジションからスタートの山田入りがホールショット、2番手平響、3番手は奥住自衛、前半は山田が引っ張る展開となります。9周目、トップは山田、2位に上がった奥住が仕掛けますがスローダウン、リタイアとなってしまいます。山田も大きく順位を下げてしまいます。そしてこの後目まぐるしく上位が入れ替わる展開となります。18周目、徐々にポジションを上げてきた2位三島由紀が小出俊を捉えてトップへ浮上。小出は三島との接触でフロントフェアリングをヒット。トップ三島は接近戦を制して優勝。小出は2位でチェッカーを受けましたがフロントフェアリングの取り付け位置の不良でペナルティーを受け10秒の加算、順位を下げてしまいました。三島は初優勝、2位は三沢拓磨、3位は塩津雄介が入りました。さあということで全日本カートご覧いただきました通りトップクラスチャンピオン決まりましたね。そうですね、佐藤蓮選手が見事に連勝で、2017年のオケ部門のチャンピオンを決めたという、はい、昨年の FS125 もチャンピオンでしたから、ね、2年連続のチャンピオン、見事な走りでした、はい。さあそして、こちらの FS125 の方なんですけど、こちらはもう一つあるんですね。そうですね、東西統一協議会というのがありまして、こちらで東地域と西地域の選手たちが一緒に走ってチャンピオンを決めるという最後の楽しみが待っています。はい、はい、ということで全日本カートもまだまだ楽しみです。さあでは皆さんお待ちかね、続いてはニュースダイジェストのスペシャルコーナーに参りたいと思います。今回取り上げますのはね、今回特集スーパー GT、 こちらを取り上げていきたいと思います。まあ、スーパー GT もいよいよね、岡本さん残り1戦となりましたね。そうですね、まあ今年の初めから全国のサーキット回って、いよいよ茂木の最終戦を残すのみとなっています。はい、まあ、第1戦から岡山スタートしまして、一つだけ、まあ、海外のレースがあるんですけれども、それが最終戦の前の先日行われたタイということ で、ね、まあでもここまであれですね、各メーカーの新型の車両 GT500 いい戦い見せてますよね。そうですよね、シーズン前半はレクサスがもう圧倒的有利かなと思われたんですけど、はい、日産、の GTR と、うん、ホンダの NSX-GT がやはりもう盛り返して、そうですね、チャンピオン争い本当にわからないですよね。はい、まあ、そんな最終戦がですね、いよいよというところで、今回はこちらの、まあね、特集で皆さんにスーパー GT を振り返っていただくということになりました。ではスーパー GT2017 スペシャルエディションです、どうぞ。
2017スーパー GT は岡山国際サーキットで開幕しました。パレードラップ京浜 NSX-GT がスタートできません。ポールポジションの ARTA-NSX-GT はモス S コーナーの入り口でストップ。この後エプソンモデューロ NSX-GT もストップ。スタート前から NSX-GT の3台が消え、序盤にはレイブリック NSX-GT も戦列を離れるという NSX 勢にとって開幕戦はまさに非常事態。上位はレクサス勢同士の争い。キーパートムス LC500 がワコーズ 4CR LC500 をパスしトップを奪います。42周目、2位争いは AU トムス LC500 とワコーズ 4CR LC500。 AU トムスはオーバーランで順位を落とします。優勝はキーパートムス LC500。 終わってみればレクサス勢が1位から6位までを独占。予選で下位に低迷した GTR も上位に食い込むことができませんでした。開幕早々 NSX 勢も GTR 勢も大きな課題を残すことになります。ラウンド2は富士スピードウェイ。ラウンド2でもレクサス勢の勢いは衰えず、ゼントセルも LC500 がポールトゥーウィン。レクサス陣営にとって2013年以来となるホームコース富士での勝利。今回もレクサス勢が表彰台を独占しました。ラウンド3はオートポリス。開幕からの2戦で重いウェイトハンディを背負ったレクサス陣営でしたが、混戦を制して AU トムスが優勝。レクサスは開幕から3連勝です。しかし京浜レイブリックの2台の NSX がレクサスの表彰台独占を阻止。 S ロードクラフトスポーツ、モチュールオーテック、2台の GTR も上位に食い込み、復調の兆しを見せます。ラウンド4のスゴはウェットコンディション。壮絶なトップ争いを制してデンソーコベルコサード LC500 が優勝。レクサスは連勝を4に伸ばします。2位は S ロードクラフトスポーツ GTR。 本山は最後まで平手を追い詰め、 GTR は初表彰台です。ラウンド5は富士スピードウェイ。ポールポジションスタートの ARTA-NSX-GT がホールショットから後続を引き離します。2番手はモチュールオーテック GTR、 3番手に AU トムス LC500。 モチュールとゼントセルモの2番手争いが熾烈になります。4位争いは AU トムスとキーパートムス、レクサス同士の争い。終盤モチュールに追い詰められましたが、 ARTA-NSX-GT が1秒53の差をつけてチェッカー。ついにレクサスの連勝を NSX-GT が止めました。 ARTA としては2013年以来の優勝。2位にはモチュールオーテック GTR、3位に38番のゼントセルモ LC500、 GT300 でも ARTABMWM6GT3 が優勝です。スーパー GT ラウンド6、伝統の鈴鹿1000キロがスタートです。ポールポジションのフォーラムエンジニアリング GTR が1コーナーへ、2番グリッドのウェッツスポーツ LC500 が続きます。13周目、2位に浮上した塚越光大の京浜はフォーラムエンジニアリングに並び 130R でトップに立ちます。ウェイトハンディに苦しむレクサス LC500 勢も徐々に追い上げてきます。しかし前後の LC500 に挟まれたゼントセルも LC500 がコースアウト。
3位まで順位を上げたレイブリック、エプソンモデューロ NSX に迫ります。NSX 同士の戦い、レイブリックが2位に浮上します。147周目、トップの京浜 NSX コースアウト、左のリアタイヤがパンク。ホンダ勢が表彰台独占の勢いでしたが、京浜 NSX はリタイヤとなりました。この時点でトップはエプソン NSX GT、 3位のモチュール GTR がデンソーコベルコサード LC500 を抜いて2位へ浮上します。3位のデンソー LC500 が試験員の入り口でミス、すかさずレイブリック NSX はデンソー LC500 を追い詰めます。アウトからオーバーテイクしてレイブリック NSX は3位浮上。そして残り1分30秒、デンソー LC500 がフェンスに激突。激しい攻防でタイヤが摩耗しており、デグナーを曲がりきれずクラッシュ。次々とライバルが脱落する中、エプソン NSX が逃げ切りチェッカー。最後の鈴鹿1000キロをエプソン NSX が優勝で飾りました。 GT300 はレオン AMG が優勝、ポイント争いのトップに立ちました。ラウンド7はタイのチャンインターナショナルサーキット。ポールポジションはキーパートムス LC500。 直前の雨でコースはウェット、セーフティーカーが先導し3周目にレースはスタート。レインとスリック、各チームにとっては難しい選択となりました。この後路面が乾いていくとスリックへの交換タイミングも重要になります。そして GT300 もスタート。トップは予選から好調の一つ山アウディ R8 LMS。 スリックを選んだマシンは1周20秒以上離される厳しい戦いとなります。序盤はエプソンモデューロと ARTA の2台の NSX がノーピットで上位をキープ。16周目、ワコーズ 4CR LC500 がインに飛び込んで京浜 NSX GT を抑え5位に浮上。トップはキーパートムス LC500。 34周が終わってピットに入ってドライバーチェンジ、代わってトップに立ったカルソニックインパル GTR もピットイン。しかしタイヤ交換に手間取って大きくロス。キーパートムスに先起こされてしまいます。5番手のモチュールオーテック GTR もピットイン。タイヤ交換なしという作戦でコースへ復帰。ルーティーンのピットワークを終えたところでトップはキーパートムス、2位はワコーズのレクサスデー。ラウンド7はウェイトハンディが軽減されたレクサスが復活。3位はカルソニックインパル GTR。 しかし64周目、3番手のカルソニックが無念のガス欠、リタイアとなってしまいます。優勝はキーパートムス LC500、 今季久々の2勝目、ポイントランキングトップに浮上しました。2位はワコーズ 4CR LC500、3位に京浜 NSX GT。 GT300 はジェームス、PMU、LM コルサ、RCF GT3 が優勝。2位はグッドスマイル初音ミク AMG、 3位は D ステーションポルシェでした。半年にわたって熱い戦いを繰り広げてきたスーパー GT。 11月12日最終戦ラウンド8のモテギでシリーズチャンピオンが決します。調子を上げてきたキーパートムス、ワコーズのレクサス勢か、安定してポイントを上げてきたモチュールオーテック GTR か、 NSX GT は最後に意地を見せるか。スーパー GT ラウンド8モテギに注目です。
さあということでスーパー GT、まあ、本当にあの今に一番日本でこう動員数が多いというかね、観客の、まあ、に盛り上がってる人気のあるシリーズだと思いますけれども、いよいよ本当にあと一つ、そうですね、非常に楽しみですね。そうですね、まあ、最終戦のモテギ、まあ、レクサス勢の同士の対決がまあ濃厚ですけれども、うん、はい、まあ、日産、ホンダは黙っていないですよね。そうですよね、まあ、あのチャンピオン争いはそのキーパートムスがこれでまたポイントリーダーに躍り出たということもありますので有力ではありますけれども、同じワコーズ、ね、レクサスが結構調子いいですから。そうですね、はい、まあ、優勝宣言もしているワコーズですからね、まあ最終戦どんな戦いになるのか楽しみです。さあ、そしてですね、スーパー GT に関してもう一つ大きなニュースが入ってきているんですね。これはもう海外からのニュースでもあるんですけれども、岡本さん、はい、ドイツのツーリングカーレース DTM とコラボレーションっていうのが、はい、まあ、随分前から話はあったんですが、いよいよなんですね。そうですね、先日10月14日にホッケンハイムサーキットで行われたドイツの DTM の最終戦に、レクサスと、はい、日産 GTR がデモンストレーションランを行ったと、うん、ついに、はい、いろんなニュースが入ってきました。まあ、関係者もね、悲願のこれでですね、いよいよまあ実現ということになったわけなんですけれども、これだけじゃなくて、なんか岡本さん、最終戦に今度はドイツの方から車がやってくるっていう話も聞きましたね。そうですね、まあ、今回 の, そのドイツにはホンダが、参加をしなかったので、はい、今度の最終戦ではホンダも合わせた日本メーカー、3つの車体とですね、はい、DTM が一緒に走るという、うん、まあ、これまで見たこともなかった光景が見られます。皆さん現場に足を運んでね、新しい歴史の動きを感じていただければというふうに思います。さあ、では続きましてラリーファンの皆さん、お待たせいたしました。全日本ラリー選手権に続いてまいりましょう。今回はラリー北海道ですね。はい、そうですね、国内最長の、グラベル、グラベルというのは舗装していない道路を走るラリー、はい、国内最長の距離を誇ります。で、こちらの競技会がですね、ポイントが、2倍つくという、本当にランキングを争うには重要な一戦になっています。これはやっぱり距離が長くなって、でグラベルでっていうことで、やっぱりこの難易度が高いということもあって、はい、やっぱり2倍っていうのがあるんですね。そうですね、うん、1.5 倍だったり 1.2 倍だったりする、その距離とその舗装によって違うんですけど、はい、一番高い 2.0 という係数がついています。はい、ということで今回ですね、このポイント荒稼ぎができる、今回のこのラリー北海道なんですけども、一体誰が優勝したんでしょうか。では全日本ラリーのラリー北海道をご覧ください。 SS 本数18本、 SS 総距離 222.35km、 総走行距離 971.1km と、国内最大の規模で開催される全日本ラリー第7戦ラリー北海道、北海道の帯広市を中心に開催されました。今回のイベントにかかる全日本選手権のポイント係数は 2.0、 シリーズの流れを一気に変えうる重要なイベントだけに、ランキング上位の選手たちもいつも以上に気合が入ります。土曜日からラリーは本格的にスタート。陸別サーキットで行われた SS2、 JN6 の上位選手が駆け抜ける中、ランキング2位の沼田原文雄、佐藤忠義、三菱ランサーの姿が現れません。沼田原は SS2 スタート直後にコースオフ、リタイアしてしまいました。続く 28.75km の SS3 では、鎌田拓磨、市野量、スバル WRX がパンクのため戦線を離脱、新井俊弘、田中直也、スバル WRX-STI が大量リードを築いてトップに立ちます。サービスに戻ってきた新井はサイドブレーキにトラブルを抱えながらの走行を強いられていました。チャンピオン獲得に向け、是が非でも欲しいポイント。デイ2に入り、勝田と鎌田の2人がトップの新井を猛烈な勢いで追い上げます。しかし、新井は序盤のリードを生かして走り切り、ラリー北海道を制し、チャンピオン争いに望みをつなぎました。
ありがとうございます、それではこれJN5 クラスでシトロエン DS3 R3 MAX を狩る小浜雄貴、馬場雄一、はい、ありがとうございます。 JN3 クラスでは今シーズン開幕から6連勝中の天野智之、井上由紀子、トヨタビッツ RS が優勝、両クラスともにチャンピオンが確定しました。さあということで番組の冒頭言いましたように本当に各クラスいろんなチャンピオンが決まってきましたけれども、全日本ラリーでもまたチャンピオン決定になりました。はい、そうですね、 JN5 クラスの小浜選手、 JN3 クラスの天野選手、この2つのクラスでチャンピオンが確定しました。チームの皆さん本当におめでとうございます。さあそして最高峰のクラスなんですけども、岡本さん、はい、また世界の都市新井がやっぱりこういうラリー強いですね。そうですね、 JN6 クラスは新井選手がもう大差をキープして、まあ今回は完勝といってよかったと思います。2勝目を挙げましたね。はい、さあまだまだトップクラスはですね、チャンピオン争いどうなるのか、あとまだ残り2戦ありますのでね、ぜひ皆さん注目していただきたいと思います。さあ続いては全日本ジムカーナ選手権に参りましょう。まあこのモータースポーツニュースダイジェストでしか見られないぐらいね、なんか本当にこのジムカーナですとかダートトライアル、多分皆さんもですね興味を持たれていると思いますけれども、さあ今回の大会なんですけども、どちらになりますか。はい、今回は第7戦の、恋の裏、はい、そして最終戦となる、鈴鹿サーキット、こちらの 2つの競技会を見ていただきたいと思います。はい、ということでいよいよね、もう全日本ジムカーナもシーズンエンド最終戦までお届けする回になりました。ではお待たせいたしました、全日本ジムカーナ選手権、映像をご覧ください。どうぞ。稀に見る激戦となっている全日本ジムカーナ選手権第7戦は福岡県福津市玄界灘を望むスピードパーク恋の浦で開催されました。 PN3 クラスはここまで4勝を挙げ88ポイントの優等、2勝で毎戦確実に加点して82ポイントを重ねてきた西野陽平の一騎打ち。気温上昇の天候から第一ヒート勝負が予想されていました。そんな状況で優はパイロン移動でペナルティを受けてしまいます。さあパイロンはどうだ、しかし2本目でロスを最小限に減らした走りで西野を100分の5秒逆転、初の全日本チャンピオンに輝きました。 SA3 クラスは序盤戦3連勝で勢いに乗った西森健を、中盤から連勝で追い上げ逆転した小俣陽平の戦い。小俣94に対し西森91ポイントと僅差の争いが繰り広げられています。第1ヒートで激走を見せた西森でしたが、パイロン移動で5秒のペナルティ。しかし小俣はこのチャンスを生かせず、ミスコースでタイムを残せません。第2ヒートに入ると西森はまたもパイロン移動、小俣は2回目のチャンスを引き寄せトップタイムを更新して優勝、102ポイントでシリーズリーダーを死守しました。ですね、今日は1本目にですね、あまりやったことがないんですけど、気持ちよくミスコースをするという、とても大きなミスをしまして、で、まあ、2本目、まあ、自分のイメージ通りにそれなりに、まあ、少しのミスはあったんですけど走ったんですけど、まあ、思ったほどタイムが伸びてくれなくて、まあ、ライバルも結構速くて、まあ、微妙な勝ち方ではあったんですけど、まあ、とにかく今日大事なことは、まあ、20ポイント取って帰るということだったので、まあ、そこをできたということ、結果は良、まあ、かったかなと思ってます。ただここで満足しちゃったら何の意味もないんで、
もう次勝つことがもう全てなんで。2017年の全日本ジムカーナ選手権第8戦が鈴鹿サーキット国際南コースで開催されました。最終戦を迎え、チャンピオン未確定が PN1、SA 部門4クラス、合わせて5クラスです。イベント中盤から後半にかけて連続でチャンピオンが確定するドラマチックなシーンが見られました。 SA2 クラスは浅山隆と沢平直樹のチャンピオン争いとなりました。第7戦終了時点でシリーズリーダーは3勝を挙げた沢平で102ポイント、2位につける朝山も同じく3勝で93ポイントとなっています。厚い雲に晴れ間の見えない天候の中行われた第1ヒート、1分11秒533でトップに立ったのは小林憲俊、沢平は1分11秒626で2位に。上位5人が11秒台に並ぶ僅差の戦いに、浅山は1分11秒755で5位に終わります。泣いても笑っても最後の第2ヒート、技術系サラリーマンとしてバリバリに働く浅山の会場入りはいつも土曜日の朝、金曜日からセッティングを始めるライバル勢に追いつくには少ない走行で的確な分析と判断、そして勇気が必要になります。今回も第1ヒートと第2ヒートで大きくセッティングを変えました。最終ゼッケンの沢平がスタート。苦手と語るカートコースも対応し、今シーズンも高ポイントを積み重ねてきました。唯一気にかかるのは全日本デビューが昨年という経験の浅さか。1分11秒283とコンマ5秒近くのタイムアップで逆転優勝の浅山は105ポイント、沢平はタイムダウンで3位に落ちポイントを加算できず102ポイント、ここで浅山のチャンピオンが確定しました。全日本最終戦、最終ゼッケンで迎える第2ヒート、この状況で逆転優勝をするには経験が足りなかったのか、沢平は涙が止まりません。お疲れ様でした。いい勝負でした。また来年。今年特に後半追い上げてる時ずっとなんですけど、うん、もう本当に最後のそのコンディション的にここっていうとこになんとかギリギリセッティングが合うっていう、一応攻めて、やっぱり沢平君も早いんで、はい、やっぱり進化させないといけないんです。で、新しいことをトライするんですけど、やっぱりネガティブな部分も出てきて、でそれを消し込むっていうのが本当にギリギリなんとかなってるっていう、もう苦しかったんですけど、前半戦2度の連勝で常にシリーズをリードしてきた菱井雅文、追う立場の津川慎二に気負いがあったのか、第1ヒートではパイロン移動を喫してしまいます。第2ヒートに向けて津川は気合を入れ直します。第1ヒートで菱井が叩き出したタイムは1分8秒053、津川のタイムは1分12秒672、パイロン移動の5秒を差し引くと1分7秒672、そんな状況の中、石井は1分7秒925までタイムアップを果たし、津川のゴールを待ちます。
ニューアイテムも実は今回からね、はい、ダンロップ新しいこの S5 コンパウンドが出まして、うん、この今日みたいな涼しい日から、うん、実は金曜同様とね路面温度40度以上超えて、うん、高い温度まですごいカバーレンジの広いタイヤができまして、はいはい、まあ、まさにその恩恵で今回、うん、結構タイム差つけて優勝することができましたね。実は1本目走り終わったとき空見上げてちょっと心配になりましたよ ね正直、うんうん、まあ、ここって結構雨ちょっと山の影響でね、うん、雪山の影響で雨も降りやすいっていうのもあって、うん、ちょっとドキドキしましたけど、うん、結果なんとか助かりました、うん、本当に、ねね、いやほんで、まあ、これで、まあ、本当の逆転チャンピオンでね、最後の最後で決まったなという感じなんですけど、来年はどんな感じですか。そうですね、まあ、来年もおそらくこのまま菱井さんと対決する形になるんじゃないかなと思います、うん、ね。PN1 クラスでは斉藤邦夫が10回目、 SA1 クラスでは若林健斗が初めてのチャンピオン、 SA2 クラスでは朝山隆、 SA3 クラスでは小俣陽平、 SA4 クラスでは津川真嗣がそれぞれ各クラスのチャンピオンを確定させました。さあということで、全日本ジムカーナ選手権もいよいよ最終戦が終わりまして、全クラスチャンピオン決定となりました。はい、そうですね、まあ、長い8戦の戦い、全選手頑張ったと思います。うん、はい、来年度ぜひね、今これを見てて何かやりたいなっていう方は、全日本のジムカーナぐらいだったら目指していけるんじゃないですか。そうですよね、もう全日本ジムカーナを目指して、この番組でね、ぜひ走りをこう出ることをね、目標にしてやっていただけたらありがたいですね。はい、ぜひこの番組を狙ってですね、皆さん来シーズンへ向けてまた頑張っていただきたいと思います。さあ、そしてですね、今回、まあ、そろそろ番組もエンディングなんですけども、岡本さん、はい、まあ、最後にちょっと皆さんにお届けしたいのは、ほら前言ってた FIA の国際大会のドリフト、はい、これこの間あったんですよね。そうですね、はい、9月30日と10月1日東京のダイバー特設コースでですね、 FIA インターコンチネンタルドリフティングカップが行われました。私も見に行ってきました。やっぱりすごい迫力、堪能しました。どれぐらいの国の、ね、まあ、選手が集まられたんですか。はい、14カ国ですね、はい、24名の選手が参加されました、うん、はい、まあ、記念すべき第1回の大会ということもありまして、 FIA のジャントット会場も、ね、いらしたということで、ね、非常に会場もなんか、華やかなムードになったようなんですけれども、2日間土曜日と日曜日に1台ずつ走るソロ、単走と呼ばれる競技と、はい、2台ずつ走るバトル、追走と呼ばれる競技、これをそれぞれ、行いまして、はい、で総合で、優勝を決める。そして初日のそのレグワンでソロで優勝したのが斉藤大吾選手でした。はい、日本でもおなじみ、はい、もちろん海外でも、有名な斉藤大吾選手が1日目のソロで優勝されました、はい、そして、まあ、ね、バトルというとやっぱり追走、これがやっぱ結構ねギリギリのところでいつも走りますから、非常に興奮ができるんですけれども、そこもですねかなりの見どころだったんじゃないかなというふうに思いますが、まあ、決勝戦バトルの方は、斉藤大吾選手と川端雅人選手ということで、日本人同士、そうですね、はい、まあ、優勝を飾りました。そのバトルのですね対決は、川端選手が見事レグワンで優勝を飾っています。さあ、そして2日目のレグ2なんですけれども、こちらソロは誰が勝ったんですか。はい、ソロはですね、はい、横井雅史選手が、うん、優勝しました。はい、バトルのトーナメント、こちらもですね盛り上がったんですが、ロシアの選手、ゴーチャ選手、アルカーシャ選手、はい、このロシア人ドライバー、こちらがですね、すごい走りを見せてくれましたね。さあ、そして決勝戦なんですが、日本の、川端雅人選手とロシアのアルカーシャ選手の戦いになりました。結局レグ2はですねバトルではアルカーシャ選手が優勝ということになりましたが、最後の総合優勝という点ではこれポイントで、決まっていったんですよね。そうですね、はい、その結果、川端雅人選手が、まあ、栄えある初の大会の、まあ、王者、これを手にしたということになりました。まあ、日本発祥のドリフトですからね、このあたりは川端選手の優勝ということで、国際大会でもやっぱりね D1 もそうですけれども、ドリフトやっぱり日本人っていうところがね証明できたのは非常にファンの皆さんも喜ばれたと思います。さあ、ということでこれから、まあ、さらにですね盛り上がっていきそうなこのドリフト競技、国際化もされましたし、また皆さんもですねぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。さあ、ということでお届けしてまいりました JAF モータースポーツニュースダイジェストですが、いよいよもう全日本選手権もあと残りわずかです。もう全部全日本戦が終わったジムカーナやダートトライアルも JAF カップというビッグイベント、そうですよ、ビッグタイトルがありますから、ありますね。カートもですねまだ東西一
統一競技会もありますし、はい、スーパー GT もまだ最終戦、そうですね、はい、もうほとんどのカテゴリーでまだまだ見逃せないレースが多いです。はい、ということでまだまだ皆さんですね、次回のモータースポーツニュースダイジェストも見どころ満載ですので、次回の放送もお楽しみしていただきたいと思います。ということでここまでお付き合いいただきました JAF モータースポーツ部の岡本さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではまた皆さん、次回の放送もどうぞお楽しみに。